6年前名古屋市南区で起きた交通死亡事故でひき逃げの罪について過去3度不起訴になった後起訴された男について名古屋地裁は懲役6か月執行猶予2年の有罪判決を言い渡しましたこの事故は2012年7月南区菊澄で鈴木時雄さん当時69歳が車で跳ねられ死亡したものですその後逮捕された石川県金沢市の会社員西部佑被告は 車で跳ねて死亡させた罪については罰金30万円の略式命令を受けましたが引き逃げの罪については嫌に不十分で不起訴になりました遺族は不服申し立てを行いましたが名古屋地方検察庁は3度にわたって不起訴にしかし事故の再現実験などを遺族が実施名古屋地検が再捜査を行いおととし西部被告は起訴されました今日の判決交換で名古屋地裁の三好淳平裁判官は 車両の破損などから相当な大きさの物体に衝突したと推認され人体である可能性は容易に思い至るとひき逃げの事実を認定、その一方で不起訴が重なり相当な負担があるとして懲役6か月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。判決出た時にはもう,もう胸が、はい っていう風で、もうここまで来るのに必死でした。はい、弁護側は控訴する方針です。